おり、宮城、3000万増、8000万。オリックスの宮城大弥投手、21歳、が5日、大阪、前島の球団施設で契約公開交渉を行い、3000万円増の年俸8000万円、推定、でサインした。今季は11勝8敗、防御率 3.16、昨年の13勝4敗、防御率 2.51 から数字こそ下がったものの、2年連続2桁勝利を記録するなど、リーグ連覇に大きく貢献した。昨年は投手のタイトルを全て取った山本から、奪い取りたいと宣言していたものの、今年も全て山本が退官、今年も完敗でした。球団からは由伸さんを超えるようにと言われましたし、頑張りたい、と目を輝かせていた。あれ、もうちょい上がるかと思ったわ。24登板やし、もうちょい上げてもよかったかん。僕はやりすぎな感じするけど9000万くらいと思った。3年で最優秀防御率の山本が9000万でそれ超えられないってのもあるかもね。3年やって1億なら普通のペースやろ。2連覇と日本一あるからな。ルーキーの一発屋かと思ったらちゃんと活躍したから本物だわ。家族も喜んでるやろ。ビニールのグラブからここまでとかすごいわ。投げ方とかスタイル的に長持ちしそうやから、生涯獲得年俸えぐいことになりそう。今のとこ山本の年俸曲線より上行ってるよな。このペースでいけば30までには3億か。シーズン初めの時防御率6点台という悲惨な経過から、ここまで戻せたのはすごいわ。高卒に、3年目で2年連続規定到達で2桁勝利は地味にやばいやろ。大貧民から大富豪へ、革命やな。